こんばんは、皆様。はい、よいしょ。はい、よいしょ。よいしょ。じゃあ、テロップ。ハッシュタグ。西ゆまと。ナンバ、新しい夜明け大作戦。ナンバ。よいしょ。ちょっと。やばい。電波悪い。ここだってさ、幽霊いるから。え、電波悪いんだよ。そうなん、うん、そうだよ。え、絶対電波終わってるんだけど、どうしよう。本当だね。西山ちゃんのスマホ大丈夫ですか。なんか字でかない。西山のエラー発生したらしい。待って、西山のさ、スマホめっちゃ字でかない。そう、そうやってやってる。すごい。こんばんは。こんばんは。え、いけてる。うん、いけてるっぽい。西山電波戻りましたよ。電波ダメらしい。うちうち。え、どうしよう。ちょっとさ、一回じゃちょっと。ちくしょう。ちくしょう。ちくしょう。一回。だってもう終わってるやん。え、やば。携帯が死んでる。ハッシュタグ。もや。ハッシュタグ。こちら行きますか。はあ、悔しい。ちょっと。じゃあ。うん。こっちにする一旦。せやな、今週からのナンバー新しい夜明け大作戦はペア配信ということで、初めの担当は西ゆまこと西ゆまと青原ゆかことゆかたんです。はい。逆や。はい、ね、皆さんあんまこのペア見たことないんじゃないですかね。ね、うん、珍しいコンビ。でもラーメン行ったよね、はい、ラーメン行ったよな。せや、かきラーメン食べに行きましたんで。電波、うわ、いけるか。なんか電波トゥルトゥルなってる。え、お、くっ、2本いけるかな。2本で戦うんだ。2本で戦う。はい、ボブペアって。そう、ボブ、確かにボブペアです。てか、固定ヘアもちょっと似てるよな。せやな。待って、もうネットワーク終わってるかも。終わりです。うん、おすすめのラーメン教えて。ラーメン、ネクスト四角でめちゃくちゃ美味しかったよな。なあ、一緒に行きました。そう、柿のラーメンが本当に美味しかった。はい、そうです。私いろんなことラーメン行ってるので、はい、教えてもらいました、西山に。それで、んこれさ、私の端末からできなかったらもうワコンかな。ちくしょう。どうしよう、これなんか電波悪いね。西ゆまちゃん、ゆまっぺのルームは今ね、電波が悪すぎて。そうなんですよ。なんかさ、私ここめっちゃ電波悪くて、この部屋、この部屋がでしょ。だからいるんだよ。え、終わった。もうめっちゃなんかギガとかじゃないんだけど、うん、え、こうやって天狗配信してたら心霊現象来たってこと。終わった。やだ、どうしよう。タワーオブテラより怖いね、それな。じゃあらあれに電波探して、ちょっと一回電波電波探してる。ナウです。あ、3本。おお、そっか、3本来たかも。いけるんじゃないですか。よし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 。おお、あ、来たかも。ツン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 。あ、来た来た。どうですか、皆様。つながってる。さあ、奥に行ったら悪くなるとこかな。いや、いや、来た。電波3本持って帰ってこれました。おめでとう。でも4になったよ、4ギガ。終わった。まあでもいけるでしょう。治った、やったー。ちょっと始めていきたいと思います。ごめんなさい、5分かかっちゃった。おめでたい。はい、はい、ということで、今回は2人の共通点について、はい、話していきたいと思います。はい、実はですね、あんまり絡みがないと思うんですけど、実はね、はい、意外と共通点がめっちゃあって、キューティーの中でも一番多いかもしれないってくらい、はい、好きなものとかが一緒なんですよ。そうなんですよ、皆さん。はい、何だと思いますか。何だと思いますか。当ててみてください。チクタク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 
アニメが一緒で、一緒でね、そのガチっぷりも一緒ぐらい一緒なんですね。そうなんですよ。ちなみに 何が好きですか？どっちの方がいい？いや、どっちでも大丈夫。あ、じゃあアイカツが好きです。はい、アイカツ皆さん知ってますか？知ってますか？ドキ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 。そうなんですよやばいところ、終わったやばいところ。そう、アイカツとかプリパラとかが好きで、もう、そうなんですよ。もしかもね、同じやつが好きなんですよ。アイカツってシリーズ がそう3つあるんですけど、やつか、今も、めっちゃたくさんあるんですけど、なんとなんと、ね、好きなシリーズが一緒っていう、うん、そう、めっちゃ嬉しい、はい、アイカツスターズが好きなんですよ。うん、そう、アイカツスターズが好きなんです。そうなんです。ハッピー、わかんないかもね。でも、そう、確かに。あとはゲーム、やってるゲームとかが一緒だったりして。そうなんですよ、ね、さっき知った私、フォートナイト好きです。はい、私もね、フォートナイトは本当に1000時間くらいやってるから。1000時間ちょっとそれには負けます。そうなんですよね、意外な共通って。そうね、めっちゃ意外。でもなんか、なんか似た匂いは感じる、うん、だってさ、ディズニーとかもさ好きやし。せやな、なんかコスプレしてみたりとかも。え、マジ？そう、あるから。え、したい？ちょっとそれは詳しく。それちょっと楽しみやな。めっちゃおる。そう。そうなんですよ。だから、はい、なんか結構一緒やなって思うことが。しかも私も実は妹なんですよ、お姉ちゃんがいて。ね？そう。え、初めて知った。うん。そう、一個上のお姉ちゃんがいるんですよ。驚きが。ほんまに？はい、そうなんや。そう、だからそういうとこでも共通点あるかなって。それはさ、すごいな、めっちゃ。そう、ゆかたも結構オタク寄りなんですよ。です、結構ゲームとかアニメ好きですよ。キュウキね、意外とそういう子が多いからとってもハッピー。そうなんです、ハッピーなんです。帰ってきた。帰ってきた。え、これさ、どういう配信するんやろね、共通点探す。なんか他にあるかな。なんかでも髪型が同じなのも一緒やな。なあ、しかも固定ヘアもほぼ一緒やから。そうね、西山とよかったのわがままの流れ星。あ、でもなんか確かに、西山やりそう、いつか。嘘、そんな、うん、私流れ星だけはいっちゃんやる可能性ないかなと思ってるんやけど。なんでやりそうじゃない？本当、キャラっぽい、でっかいリボンつけてそう。嘘、本当に？ほんまに。皆さんどう思う？犬とセミのモノマネ、確かに。思い出しちゃうよ、バイエンネルの嫌いなく。懐かしいね。ホワホワしてるところが似てる。ああ。ホワホワしてる私。うん。嘘。なんかホワホワしてますか私。結構個人的にはキューキーの中でもしっかりしてる。うん、しっかり。いや、ホワホワかな。嘘。嘘ぴょん。ほんとぴょん。お互いの第一印象と今の印象、ギャップが知りたい。なるほど。初めて見た時は、なんかちょっと返事がめちゃくちゃ。返事が大きい子。やっぱね、もうセレクションの時にあきら先生が何言うにも一番にもはい、せやな、声使った。それでもう、なんて変人のいい子なんだって言われて。それでなんかもう、この子は絶対に、うん、なんかもう元気系に違いないみたいな。あ、なんかほんまに、なんやろ、なんか学校のなんかおはようみたいな、一軍的な感じやって、めっちゃ思ってて。で、なんか受かったら、うん、なんかそれで喋るやん、うん、何この子。何この。なんかめっちゃ思ってたの違った、うん、なんかいい意味で面白かった、うん、ああなるほど。そう、なんかしかもだからそれこそアニメとかもめっちゃ、ああそうやな、好きやし、うん、めっちゃ一緒やんみたいな感じで。なるほどね、うん、そういう印象だったのか。そう、でもゆかたんは第一印象はやっぱ姉妹の子っていうイメージが強かった。姉妹の子。でも言って姉妹って気づいたのがセレクションの終わり3日とかで、ね、そう、みんな言うのなんかほんまに似てないって言われる。全然気づかんくて、で名札よく見たら待って、青原2人いるんやけどみたいな感じだったんだよね。ね、
そうそう、びっくり。えでも印象はそんな変わんない、もうあのそのままそのままそのままセリフ書の時さ、でもあんまさ、なんかあんま控えめやったから、なんかもうずっとこんな感じだからさ、せやあんまりなんかイメージはなかったけどでもほんわかしてそうだなと思ってた。あ思ってた、そのままだった、本当にそのままです、この子。よかった。そう、あ、二人とも好きな先輩がお父さん、確かに確かにね。みかなさん、みかなさん、そうやな、れいこさん、やもんな、れいこさん、れいこさん、もうれいこさんほんまにずっと好きって言ってるもんな。え、そうなんだよね、本当にれいこさんのおかげでね、ビフォーって言うとも知ったし、うん、本当にありがとうございます、すごいね、本当に。そう、ゆかたんはあれやっけ、お姉ちゃんと一緒に劇場に行ったんやっけ。そう、劇場に行って、うん、みかなさんを見て美しすぎるってなって好きになった。あれはな、美しいよな、恋に落ちた、恋に落ちたんや、みかなさんを見て。ああごめんよ、あごめんね、ごめんよ、ごめんよ、動かしてしまった。あ一緒にラーメン行った、そう行ったんですよ、ラーメン、そう、もう5人くらいで行ったよな。そう、マナミンとホノピーとお姉ちゃんと西本、そうやな、5人で行きました。そう、もうなんかでも劇場からめっちゃ近いから、皆さんもぜひぜひ行ってください、ね、いやなんかさ、あんまさ2人で喋る機会がないからさ、うん、不思議よな、うん、なんか不思議な空間だね、この空間、なんか空間に2人しかいないからさ。トマトラーメンは、え、そう、私も実はトマトが好きなんですよ。え知ってますか皆さん、西山が、え、私トマトのキキトマトとかやってるんだよね、家で。なんかいろんなところのトマト取り寄せて、なんか目隠しして、あこれはあれだみたいなのをやったりしてるの。上級者すぎやろ結構すごい、トマト好きなんですよ私。そう、そこも共通点かな。すごい、え、初めて知ったよ、うん、え、そうなんですよ、すごすぎ。そう、お母さんがめっちゃトマト好きで、うん、その影響で私も好きになったっていうのが多いんですけど、嬉しい、ライバルだって言ってる。そう、トマトライバルですね。どっちが、どっちが私のトマトを、ん、私のトマトゆうかたん不思議やなそう、トマト意外とガチ勢なんですよ。じゃあ一緒に食べたい。なあ一緒に食べたいな。キキトマトしたいな。うん。キキトマト。目つぶ。一回全部食べて目つぶって、あこれはなんとかのなんとかだって言って、あ違うって言ったりしてるんですよ私一人で。当たる。当たる当たる。意外と違うの。そうそう、なんか皮が分厚いトマトとか。あ確かにね。ミニトマトで言ってるんだけど私はいつも。よかった、もうでもキキトマトまではいかんかったけど。うん、一回トマトをめっちゃ取り揃えてやったことはある、うん、え、やったことある、うん、なんかでも、うん、味が確かに若干違った。そうなんよ、なんかみずみずしいとかあるやん、うん、甘々とかね、甘めっちゃ味がついてるとか、そういうので、うん、トマト、キキトマトやったりしてます。うん、楽しそう、めっちゃ、うん、絶対楽しいね、やりたいね、いいやん、やりたいですね。キキトマト対決希望、やりたいな。うん、加熱したトマト、確かに加熱したトマト、うん、生が好きだね。そう、トマト品種結構あるよな。うん、めっちゃある。え、でっかいトマトが好きな人、ちっちゃいトマト、ミニトマト、あ、一緒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 、あーナイス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 。そう、え、トマトジュースもめっちゃ私学校の時とか飲んでて、うんうん、いつも、え、え、学校で飲むの。うん、なんか学校に自販機があるんだけど、そこにトマトが、トマトのやつが売ってて、うん、めっちゃ飲んでる。そう、うわ、塩とオリーブオイル食べるのが好きやって、もちろんお腹空いてきちゃった、やばいやばいよ。そう、西山今の気分は、今の気分、はい、ラーメン、え、いや、ピザかも。あ、え、さっき言ってたもんな。そうなんよ、さっき言ってたんよなんかピザの気分。西山はトマトジュースは大丈夫、え、もうトマトが好きだから全然全般好きですね。そう、野菜ジュースも好きなんだよ、健康的健康的だね、キララン、はいはあ、そうじゃんね。なんかでもなんか違うようにめって一緒なところが多いよね。そうなんよね。あとはもう一個プリパラっていうアニメも好きです。そうなんですよ、皆さん知ってますか。なんかどっちとも同じ系統の感じなんだけど、ね、アイドル系なんですけどね、めっちゃ好きなんですよ、はい、今度二人でね行こうねって言ってるんですけど、ね、そうそうそう、一緒にゲームの機会あるから行こうねって話してます、うん、イエイイエイ。そう、
トマトラーメン、え、トマトラーメン行きたくない？え、行きたい。あるよね、でもあるある、劇場の近くに、うん、行きましょう。めちゃくちゃ美味しそうなラーメン、うん、やっぱお腹すいた。それな、ちょっと結構腹ペコリンコチータンすぎてどうしようと思って腹ペコリンコチータン、はい、ほんま、おもろいなチータン。そうで、意外ともう7時っていうね。そう、意外とね。え、私だって本当に記憶ないもう全然ね、あっという間、うん、さっきもみんなとお話ししてたんですけど。そうなんですよ、もうみんな面白すぎてね、キョキほんまでかい、ほんまに。それな、ほんと最高すぎますね、はい、さささ最高、さささ最高。今日もリハ、今日は自主練やな。はい、自主練に来ました、はい、そう、自主練、キョキ仲良すぎて自主練とかをみんなで、はい、そう、イヤホンがあるじゃないですか、イヤホンをみんなで共有してせーので音楽流して、うん、全員結局違うやん。そうそうそう、全員ワンテンポくらい違うんやけど、それでやってます。そうなんですよ、そう、仲良し、そう、ほんとね、面白すぎて。ほんとだ、なぎさ最高、ほんとだ、ささささ最高のね、もう最高がいっぱいで嬉しいですね。なあ、最高、やばい。あ、アプリはしてるんやって、プリパラ、うん、私もやばい、してる、そう、してます。マイキャラも作りました、作りました。そう、こんばんは、こんばんは。プリキュアの方はあんまりですか？だって、え、プリキュア好きだよ。え、プリキュア何が好きな？ちなみに個人的に一番好きなプリキュアは、いやめっちゃ悩ましいねんけど、スマイルプリキュア。うわ、スマイルプリキュアか。で、その次にプリンセスプリキュアも好きやったし、うん、あとは魔法使いプリキュアも好きやったし。わかる、魔法使いプリキュアめっちゃ好き。あとね、なんか結構あったね、うん、え、うん、私結構最近のが好きで、うん、魔法使いプリキュア、うん、ハグッとプリキュア。あ、ハグッとプリキュア、そう、そこら辺がめっちゃ好きなんですよ。実はさ、今週のプリキュア見てんよ、日曜の、うん、たまたまオンライン、オンラインちゃうわ今回の、あのそうスカイ、え、そうそう、なんとかかんとか、ね、久しぶりに見て、うん、うわー、かわいいと思って。今のプリキュアこんなんなんやって。そう、そう、しかも今大人のプリキュアとか、うん、男の子のプリキュアもおるからね、すごい多種多様な、うん、世界、世界。西島さ、世界ありがとうって言うのが、そう、世界規模、私面白すぎて。そうなんよ、なんかもう急に世界ありがとうって言うのが、そうそう、あの世界規模なんですよ、私。そう、世界ごめん、そう、世界ごめんねって。そう、それがほんまに好きすぎる、個人的に。え、ほんま？マジで好き。ありがとう。面白すぎる、ね、これからも世界規模で、うん、世界規模で行こう。ハートキャッチプリキュアって、私ハートキャッチプリキュアめっちゃ知ってる。知ってるよ。え、知ってる？ハートキャッチ懐かしい。でも、いや、でもプリンセスプリキュアが一番ガチってたかも。私プリンセスプリキュア見たことないかも。そう、うん、なんかめっちゃ好きやった。鍵のやつ、いや待って、鍵やったかな。え、なんかさ、え、歌は歌えない、信じてる未来。うわ、知らんわ。早く、はーい。あ、友チケとか懐かしいな、もう。懐かしい。友チケパキロせやな。そう、プリキュア、あー、確かに、うん、なんそれ。うわ、あ、心の音でえぐい。ハートキャッチプリキュアのさ、うん、なんかあれ、なんかその悪役の悪のやつな、ハートキャッチがさ、それを貯めてくやつなんだよね、懐かしい。全然覚えてない、もう頭からちょっとヒューンってなってる。そう、世界の西馬、世界の西馬終わった。皆さんよろしくお願いします。いい、世界の西馬初代しか知らない。あー、え、逆に初代あんまり知らないかも、やっぱ世代じゃないから、ね、生まれて、うん、お姉ちゃんも知ってるぐらい、多分生まれてないよな、まだ2人は。確かに多分生まれてないよな。懐かしいですね。おにゃー、ファンレターに友達入れとくか。え、待って、絶対楽しいんやけど。チータも逆に入れたいよね、そこにも。いいの。実はあの、なんか友達って言ってゲームをしたらカードが出てきて、うん、そこに自分のミーのなんか、ね、そうそうそう、キャラみたいなのがあって、自分のキャラがあって、 それをパキッてして交換みたいな、そうそうそう、システムがあって、自分そこにサインしてん。え、ちっちゃい頃。え、何それ。だからさ、かわいい、もし
今さ、なんか知らん人もさ交換できるところあったやん、うん、あるある。え、今もあるよな多分。うん、え、あんの？あるある。え、でさ、そこ多分それでチータンのやつを持ってる人はラッキーだね。うわ、そうやん大事やん。しかも顔写真付き。え、顔写真ついてんの？あれちゃんと撮ってる人？小学校1年生の時にちゃんとチーズって、ね、え、えらい。しかも前髪ない時代だからラッキーだよ。え、ね、怖いって。後ろの佐伯めっちゃ怖くないですか？ほら、え、恐怖、え、めっちゃ怖い。ちょっと待って。佐伯ちゃんですえ、怖い。心霊現象かと思った、焦った。ここはお化け出るからって、そんなこと言わない。いや、本当にここお化け出るんですよ、絶対。怖いね。バイバイ。もう帰るの？バイバイ。怖い、びっくりした。ちょっと遊びに行ってみたい。怖いよな、ほら、みんな怖いってさだよ怖い。はい。お、お化けちゃうの？ちゃうで、ね、9期生です。お化けちゃう、はい、身長おもろい。9期生です。そう、え、でも私全然霊感ないから、うん、多分大丈夫。大丈夫？うん。え、霊感ある？ないです。ない、うん、ちっちゃい頃はあった気がする。でも、え、怖っ。なんか夜に人のいないはずから、こんぐらいのでっかいのがビョーンって、いたちかわからないぐらいの大きさの何かが出てきて、こんな隙間から、え、こんぐらい、待って、こんな隙間からこれ出てくるんだ確定お化けやん。それでびっくりして、うわーって言って、そのあたりに、ママ見た今のつって言ったけど見えてなかった。え、ガチお化けやん。びっくりした。え、でも私声は聞いたことあるな。え、あ、言ってたやつや。え、そう、なんか引っ越しする前に、なんかめっちゃ声がどんどん近づいてくるの。なんかしかもそれ何言ってるか分かんなくて、動物の森みたいな、分かりますか？早口で、ちなみにパル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 みたいなのが、なんか多分逆再生みたいな、早送り、やばいじゃん、早送りされてる声がどんどん近づいてくるんですよ、家の。さすがに怖いよ。で、自分の部屋の前から聞こえて、部屋の中でから聞こえて、どんどん近づいてきて、最後ここ、ここで聞こえた。本当に焦って、ベッドの最初きしみかなとか思ったけど違くて、で、なんかその日の夜に、あの、自分の部屋が2階だったんだけど、1階に降りて、そしたらお母さんが、昨日ゆまちゃんなんでリビングで泣いてたのみたいな。なんか私の家パティオがあって、そこからなんかお母さんの部屋からリビングが見えるんですよ。しかもなんかそれでお母さんが見たには、その私が声聞いたのとちょうど同じくらいの時間帯に、その私が、別に私じゃないんですよそれ、私がリビングでなんか泣いたって、泣いてたみたいな。私じゃないんですよ。めっちゃ怖くないですか？怖いすぎる。そうなんですよ。皆さん寝れなくなっちゃった今の。でも寝れなくなっちゃったみんなそれがめっちゃ怖くて、めっちゃ焦りましたね。怖いね。そう、西山がもう一人いたし、トッペルゲンガー。そうなんよ、めっちゃ怖くない、うん、そう、私それで、え、待って、同時刻に、そう、同じ時間帯に私も声聞いたんよみたいな。それが、そう、しかもうちはもうお化けはいないみたいなマインドの人だったから、なおさらいたんだって。そうそうそう、めっちゃ怖かった。さすがにでも自分の家ではまだないな。ない？うん、いや、一番安心してるとこに現れるのが怖いよな。確かにね、安心できないね。そう、でもなんかお母さんが言うには、よく考えたらあれゆまちゃんじゃないみたいな。私泣くときは結構ビエーンって泣くタイプだからシクシクタイプじゃないんですよなんか怖いよ、うわーんって泣くタイプだから。でもお母さんが言うには、そのゆまちゃんはシクシク泣いてたみたいな。シクシク系じゃないから確かにあれはゆまちゃんじゃないみたいな。え、そう、ほんとそういう感じだったね。ちょ、マジでそういう声がどんどん近づいてくんね。ほんま怖かった。え、そう、ほんまにそういう感じ。しかもなんか、でも毎回なんか同じこと言ってて、でも何言ってるか分かんなくて。怖すぎやろ。そう、え、怖すぎやろ、どうしよう。え、怖っ、怖っ、怖っ。そう、めっちゃ怖かったです。怖すぎて。やっぱ泣き声も大きいんかってきた。そう、泣き声大きくないんですけど、なんかあのって感じじゃないから、泣くとき、えーんって、えーん系だから。そう、怖かったです本当に。結構実は動物の森ってさ、したらこの声したくなるような。うん、なるほど。あ、じゃあ、はい、はい
あーおもろい。確かに寝言じゃないやって西島。そうそうそう、なんか寝言じゃない、でも全然起きてたんですよ。怖いね。めっちゃ怖かった。そうこの配信が一番トモコレとか懐かしい。知ってる？トモコレさ、チタン一回さ、うん、使わなくなってさ、うん、どこか行ったのにもう一個買っちゃった。同じの。ショックや。でもあのさ、謎にさ自分にだけめちゃくちゃお金かけてた。あのトモコレね、うん、自分のミーのキャラにめっちゃお金かけてた。いっぱい順に読んのに自分にだけなんかめちゃくちゃ高価なドレスを買って。終わった。で楽しんでタラララランってタラララキラララランそう、はい、なんか金ピカの部屋に住んでたよ。金ピカの部屋全身金色。終わった。めっちゃお金かけてたんや。そう、おもろいな。はい、本当にコラボ配信じゃなくて、ほんまだ恐怖配信。怖かったね。まあでもね、うん、夏だしまだ。でも秋だよ。まだ暑くない？でもまあ暑いね。はい、雨も降ってるしね。うん、え、私霊感あるやって。見える霊は見てほしいだけ、悪いことしないから大丈夫。そうなん。ちょっと鳥肌ですね。え、怖ない？でもいや、なかなか。何今の音。怖い。え、今何の音？何の音？え、ほんまに怖い。待って待って。何の音今の？なんか変な音しましたよね。空調の音？空調の音やって。ほんまに怖いって。空調って書いてあった。え？空調やんな。え？なんかさ、なんか違うって。でも今の聞いた。ゴロゴロってしたよな。聞いたことないの聞こえんの。え？初めて聞いた。え、ね、やだ待って。ちょっと楽しい話しよう。プリパラ。怖い。どうしよう。え、ラップ音とか言って。いやいや、ほんまに？え、これガチ。ちょっと皆さん知ってる方いたら、さっきの私霊見えるって方とか。え、何の音？本のめくれる音がした。水の音？どっちどっち？待って、ね、怖い。空調にしておこうかって。こっちは飲み物こぼしたみたいな音に聞こえた？待って、だってさ、空調今つけてないよな。つけてない。怖い。びっくりした。ちょ、マジでちょっと、ちょっとじゃあ、はい、ちょっとあっち行こう。いや、こ、もう、あの、ランキング読んで終わりにしよう。はい、じゃあランキング読んで、すぐ終わります。ランキング読んでいきます。はい、13位、トミーさん、ありがとうございます。13位、おいもたん、ありがとうございました。12位、よしくん、ありがとうございました。11位、てゆうさん、ありがとうございました。10位、つうようさん、ありがとうございました。9位、えちーさん、ありがとうございました。8位、8位、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございました。7位、ひろにこにこマークさん、ありがとうございました。6位、炭酸せんべいさん、ありがとうございました。5位、富士さん、ありがとうございました。4位、ゆかたんのインヌさん、ありがとうございました。4位、3位は、レイ、アタピオラーさん、ありがとうございました。3位は、ヨウちゃん、ありがとうございました。そして1位は、ナミテム、ありがとうございます。パン、マボー、ありがとうございました。カタくん、ありがとうございました。もう怖すぎて、ほんまに、ほんまに泣くかと思った一瞬。はい、びっくりしたよ。すいません、ありがとうございました。え、結構ガチでさ、心臓がでーどんどん。ほんまに何の音やった、あれ。え、怖っ。空中、ほんまにさ、え、でもここの部屋で聞いたことないような音やったから。それな、びっくりした。はい、明日の配信誰やっけ。待て待て、やばいよ。ちょっとじゃあ、ちょっと一回見てくれな、明日の配信誰か。LINE で。あ、もう取り乱しちゃって無理。電波悪いし。
いい思い出びっくりした。あ、来た来た来た、思い出びっくりした。ちょっともうこの部屋一人で入らないもん、一緒、はい、次の配信は、はい、ミソロとコヨリンかな、はいはいです。あ、配信次の配信はミソロとコヨリンです。はい、ありがとうございました。あさってオリックス劇場で会いましょう。バイバイ、あ、会いましょう、ね、やったバイバイ、みんなに会える、楽しみにしてるね。バイバイ、じゃあまたあさってのオリックス劇場で会おう、はい、バイバイ、バイバイ。